言い抜け出し方したなぁ。来たかわーっと。さあ、これね。あれ、ノブレンの方キーパーじゃなくて取り方、捉え方難しいよなシュート打った後にその場にいたキーパーに自分から当たってるみたいにも見えるけどね。どういういう風に解釈すればいいんだろうね。最後、詰め切れたらその機械削っていこう。オブストラクション。あー、その。 可能性というか、その解釈だったら理解できますね。ああ、自分で行ったんだな。うわあ <laughs> こぼれ球全部ユリアンの前に転がってきたね。ね今の判断的に外も内も使わないでね、自分で行くんだと思ったけど。そう、ここでね、直接は使えないけど、内側行って。いやー、ユラノビッチのクリアがちょっと雑だったね。ゲームで一番ないです。 でカウンターでね、これね。まあでもまあ、この総合力すごいけどな、あの、この釣った選手の。だけどちゃんとね、ユラノビッチこんな雑念しなくてよかったんだけどね。で、ソんもクリアしきれず、そんな決まり方なんだっていうね。あ、でも走ってったのはモリーナか、モリーナよくやったね。あれプロと変えんの怪我かな ワードマイスえ、ブロゾビッチ変えちゃうのうわー、これあれか、この間のポルトガルの監督もやった、アンカー下げて攻撃的にすれば強くなると思っちゃうやつかな。いや、怪我だと思い,思いたいというと変な話になるけど、そっちの方がよくなると思ってのブロゾ変えるのはや,やめてほしいよね。 うわあ、そこかわすえぐやばいやあ、すごくない今の。見てくれたみんな。<laughs> また相手がグバルデオルっていうのがすごいよな。かわせんだこれ。いやまたブロゾビッチいたらっていう場所だね。点決めた場所も。 相手がなぁ、グバルディオルっていうのがすごいなぁ。あの、ボアテングのアンクルブレイクした時思い出したね。あの時のボアテング、対人強い選手で有名だったのに、みたいな。いや、すごいわ。まだメッシの時代っていう。すごっ。いや、いいもん見れたね。ねグバルディオルで無理だったら無理だね。そう、ブロゾビッチいないから、あそこのね、T 字のところのカバー。 いないや人がそうそうそうだまあクロアチアの監督の采配ミスとメッシュのスーパープレーの合わせ技ですあ終わったかいや、まあね、クロアチアももう試合中に負け受け入れてたみたいな感じだったよねいやい,いもん見えたねメッシュの 「たとえばあのひとよりとしをながめ